どうも。コンビニのおにぎりの焼き方がわからず、結局ご飯と海苔を別々に食べてしまうベッキムです。今回は人気エリア浅草のグルメ&スポットを紹介していきます。浅草は浅草寺を中心に江戸文化が根強く残り、国内外から年間3000万人が訪れる一大観光名所です。雷門の前からは東京スカイツリーも綺麗に見えます。浅草寺といえばこちらの雷門がまさにシンボルとなっており、玄関口となっております。こちらは経営の神様と言われる松下幸之助が寄進しました。現在の提灯はなんと6代目です。多くの人が雷門の提灯だけを見て通過しますが、実は提灯の底にも意味のある彫刻が施されています。隅田川で仏像が網にかかった時、龍神が現れたという逸話があります。そのため浅草寺を見守る神様の一つとして現在も龍の彫刻が施されているのです。雷門から宝蔵門まで約250メートル続くこちらの参道は仲見世通りと呼ばれ、日本最古の商店街です。現在は老舗和菓子や浅草らしい小物店など約90店が商売をしております。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も日本のグルメスポット等を多数配信していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。